はいどうも、恐竜ニキです。じゃあ今回はね、このナミネ、これね、巷では五回下死とか六回下死とか、まあいろいろ言われてるんですけど、実際五回下死か六回下死どっちの方が、そのトータルで見てね、婚姻数とか、まあいろいろ、うん、それぞれのね、その評価っていうところでどっちがねいいのか、ちょっと検証してみたいと思います。はい、じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまずはね、いつも通りあの5回下死でちょっとやってみます。結局5回下死でちゃんと丁寧に消していった方がコインのトータル量は多分多いのかなっていう気もするんですけど、実際6回切りってあんまりやったことないんで、ちょっとね久々にチャレンジします。まあいつも通りね、五回下死はね、こう、うん、結構タイミング合わせやすかったりするんで、五回下死だと。1、2、3、4、5。いいね、繰り越し。これ繰り越し大事ですからね、みんな。1、2、3、あ、やべ、4、実質4回下死見たくなっちゃいました、今すいません。1、2、3、4、5、 OK。 1、2、3、4、5、 OK。 まあ大体ね、5回下死でやれば、まあアベレージ、まあ、平均1万枚コインは結構いくことが多いんで、うん、まあ5回下死でもね全然いいんですけど、でもこれ多分慣れない人だと多分4回下死とかっていう風にもなっちゃうと思うんで、うん、やっぱ最低はね5回消した方がナミネちゃんはいいですね。1万いかなかった、すいません。ちょっとごめんなさい、5回下死でもうワンプレイだけさせてください。じゃあ両方ね、5回下死も6回下死も2回ずついきます。2プレイずつ。ちょっと集中しますね。
でね、この残り2秒とかってなったら、うん、こうやって最後までなぞっちゃった方がいいですね。ボムキャンとかしないで、もう丁寧にロングチェーン繋いじゃった方がお得になるんで、うん、おお、いいね、1万6000までいった。まあそこに1万でね、まあ1万は稼ぎますよっていう大体平均。じゃあね、次6回消し行きたいと思います。こっから6回消しね、めちゃくちゃ大変なんだよね。本当にスポーツなんですよ。6回消しのねコツもまた別に教え、説明する動画もねあげます。いきます。1、2、3、4、5、6、こんな感じ。1、2、3、4、5、6、結構大変でしょ、これやばいんすよ。1、2、3、あら、やばい、ミスった。今の何回消しだ。よし、いきます。1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、あーやべ、5、あー無理だ。1回でもつまずくともう6回消しはできなくなっちゃうんで、そこがね注意ポイントですね。1、2、3、4、5、6、6回消し大変だな。あーやばい、1、あー無理だ、5回消しで。よしよしよし、1、2、3、4、5、あ、やばい、6回だよな。そうだそうだ、やべえ。けどね、実際これがリアルなんですよ、6回消しのね。うん、やっぱりね、6回消し、まあもうワンプレイだけしますか。まあ答えは大体もう出たんですけど、じゃあもう一回ね、6回消し行ってみたいと思います。はい、行きます。6回消しの方がなんかスキルの回転率はいい気がしますね。
おお、意外とすげえ、意外といった意外といった。はあ、なるほど。じゃあね、5回下手と6回下手2プレイずつやってたんですけど、まあね、結論どっちがいいか、まあズバリはっきり言いますね。絶対5回下手の方がいい。はい、絶対5回下手の方がいいです。まあその理由なんですけど、まあ5回下手よりもね、6回下手ってまずスピードが求められるんですよ。その間の時間を極端に短くして消すことに集中する、つなげることに集中するっていう時間で、そうなるとやっぱミスが多くなりますね。うん、ちょっとしたツムの押し間違いとか、あとボムの押し間違いとかでちょっとでもずれると、もう6回下手できなくなったりとか、逆に効率悪くなったりするんで、ちょっとね、それで今見てもらった通り稼げるコイン量なんてあんまり変わんないんで、5回下手と。だから結局ね、5回下手の方がこうゆっくりできるんですよ。ゆっくりできて、ミスも少なくて、コインも全然行くときはやっぱ1万2000コインとかソコインで行くんで、まあね、ダントツでもう余裕で5回下手の方がいいですね。はい、ということで、みんなのナミネちゃんゲットしても6回下手はおすすめしないですよっていう動画でした。じゃあチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。恐竜ニキでした。バイバーイ。